どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA クレジットカードの中で、年会費が、1万円以下でね、1000マイルがもらえる ANA クレジットカードまとめということでね、今回紹介していきたいと思います。ANA のクレジットカードってすごいたくさんあるじゃないですか。ですけども、 ANA のクレジットカードって一般カードの年会費がね、安いクレジットカードは保有しているだけでね、入会ボーナスと継続ボーナスっていうのがもらえて、それぞれ1000マイルもらえるんですけども、クレジットカードの年会費更新を迎えると1000マイルがねもらえるんですよね。で、この ANA のクレジットカードは一般カードのビザ、マスター、JCB、ダイナス、アメックスとですね、ANA スイカ、ANA ニモカ、ANA 東急クラブ級カード、ANA ソラチカカード、JCB ですね。こちらを、全部ね、保有することができて、合計ね、9枚保有することができるんですよね。ダイナスと、ANA のアメックスカードは、一緒に保有はできるんですけども、こちらちょっと年会費が高いので、これちょっとね、置いといていただいて、それ以外の7枚のカードを保有することでね、年会費を7000円以下払って、7000マイルをね、毎年もらえるっていうね、こういう方法があるんですよね。私もですね、ソラチカカード、ANA ワイドゴールドカードは、こちら SFC にしてるので、ちょっと年会費は高いんですけども、東急クラブ級カードっていうのをね、持ってまして、3枚保有しているわけなんですよね。ですので、そっちそれぞれね、年会費を更新を迎えると、それぞれ1000マイルだったり2000マイルだったりね、もらえてるわけなんですよね。で、この7枚のクレジットカードは、一般カードで年会費が初年度無料なんですよね。で、2年目からね、年会費がかかるわけなんですけども、国際ブランドが JCB であればスマリボ、ビザもしくは、マスターの場合は、三井住友カードが発行しているということですんで、こちらは、マイペースリボを利用することによって1000円以下でね、1000マイルがもらえるっていう、なんて言うんですかね、マイル製造機じゃないですけども、マイルをね、勝手に、貯めてってくれる、マイルを勝手に生み出してってくれる、クレジットカードなんですよね。ですので、リックマイラーの方で ANA のね、一般カード結構保有されている方っていらっしゃると思うんですよね。私の動画のチャンネルでね、見ている方で、ここまでマニアックにやってる人はね、なかなか多くないと思うんですけども、私もですね、徐々に増やしていって、7枚までね、行きたいと思ってるわけなんですけども、何せね、ポイントサイトの案件で、クレジットカードをね、発行する機会が多くてですね、月ね、2枚ぐらいまでにしとこうっていうのはね、私の、何ですかね、クレジットカード発行ね、新規で発行してって、今のところね、毎月2枚程度発行してるんですけども、クレジットカードの審査は落ちてないので、2枚はね、超えないようにしてるんで、それを踏まえるとですね、なかなか増えない状況ではあるんですけども、最終目標としてはね、7枚、保有していきたいなと思ってるわけなんですよね。1000円以下を払って、1000マイルをもらえるっていうことなんで、簡単に言うとね、倍マイルみたいな感覚でいいと思うんですけども、こちら1000円以下でね、保有できるので、1マイル1円以下でね、ゲットすることができますんで、ちょっとね、皆さんも、もしこれね、やってみたいって方はね、ここまでマニアックにやる必要はあるかどうかわかんないのは別として、こういう方法もあるっていうことだけね、頭入れといていただけたらなと思います。で、JCB のクレジットカード、ソラチカカードの場合をね、例にするとですね、JCB のクレジットカードは、先日ね、年会費を、JCB クレジットカードの年会費割引方法をね、解説動画出させていただきましたけども、まさにあれの通りで、スマリボっていうものを設定していただいて、年間1回ね、クレジットカードを利用することによって、年会費の割引が受けられます。こちら税込みで、ソラチカカードは初年度無料なんですけども、2年目ですね、2200円のね、年会費がかかるわけなんですけども、850円までね、下げることができます。詳細のね、やり方っていうのは、そちらのね、動画見ていただければね、わかるかなと思うんですけども、そこまでね、難しい設定ではありませんので、もしね、この、
マイルをゲットするためだけではなくてですね、まあ、JCB のクレジットカードね、持たれている方は、まあ、ちょっとね、参考にしてみていただけたらなと思います。結構簡単に、割引を受けることができます。ですけども、この JCB のね、このスマリボっていうのは、結構落とし穴が多くてですね、三井住友カードのように、初月手数料かかんなかったりとかね、そういう優遇がないので、設定したらすぐ ね、手数料がかかってきますんで、まあもちろんそれをね、かいくぐる方法もあるんですけども、ちょっとそれもね、結構面倒だったりしますんで、まあどちらかというと、この JCB のクレジットカードの年会費優遇を受けるっていうのは、本当に今日ね、紹介している、まあ保有しとくだけで、まあマイルがもらえるっていうやり方をする方、ですんで、まあ、そのクレジットカードをね、メインカードにしない方向けっていう感じなんですよね。というのは、このスマリボっていうのは、まあ、5000円と1万円のコースがあるんですけども、まあ、5000円のコースだったら5000円以上、1万円以上だったら1万円以上ね、利用してしまうと、すぐね、手数料がかかってきちゃいますんで、ってなると、やっぱりね、メインカードってなると、まあ、月々、まあ、少なくとも2万か3万ぐらいね、切ると思いますんで、そうなるとね、手数料負けしてしまう部分がありますんで、このスマリボのね、年会費割引、まあ、を受けるっていう方は、まあ、どっちかというと、シゾーカード向けっていう感じなんですよね。で、次にね、ビザ、マスターの ANA カードの場合、まあ、こちらは、三井住友カードの場合というふうになって、三井住友カードのリボのね、サービス、マイペースリボっていうものがあるんですけども、マイペースリボの登録、まあ、ウェブ明細、プラス年間1回の手数料のあるクレジットカード利用をね、することによって、この割引がね、受けることができます。で、一般カードの場合、年会費が2200円。っていうところが、826円っていう風になるわけなんですよね。ですんで、かなりね、年会費を抑えることができますよね。三井住友カードの場合は、まあ、自分でいくらまで使っていくら以上がリボ払いっていう設定ができるので、まあ言ってしまえばね、絶対月で利用しないような20万、50万、100万とかにね、設定して、クレジットカードを使っていると、リボ払いにしてるんだけど、通常払い、まあ一回払いっていうことで、にもかかわらずこのね、年会費割引はね、今現在受けられるんですけども、これ2021年からね、改定になりまして、これだけだとですね、年会費割引はね、今後は受けられなくなって、やはり、このマイペースリボの登録と手数料のあるね、支払いが、まあ年間1回とウェブ明細が必要になってきますんで、その点はね、押さえておいてください。で、このね、マイペースリボのね、割引方法って私の動画でね、一応解説出したことないので、まあ、今日はね、ちょっと簡単にね、説明させていただこうかなと思います。この三井住友カードのマイペースリボっていうのは、この三井住友カードのね、V パスっていうね、インターネットのサイトでやります。で、ログインしていただいて、リボ払い、分割キャッシングのところに行って、マイペースリボを選択します。で、そうするとですね、マイペースリボを申し込むっていう画面がありますんで、こちらね、申し込むっていう風にしてください。で、設定金額なんですけども、1万円にしてください。まあ、これはいくらでもいいんですけども、まあ、リボ払いの支払い対象がないと、どうにもなりませんので、まあ、1万円設定していただいて、1万円以上ね、足が出た分が、まあ、リボ払いっていう風になりますんで、まあ、そのリボ払いを後からね、繰り越し返済して、まあ、手数料をね、最大限低めて、年会費優遇をね、まあ、受けるということですんで、まあ、設定はね、1万円でいいと思います。その、クレジットカードを使って、その後ね、請求が来ますよね。請求が近づくと、三井住友カードからメールが送られてきます。私の場合はね、だいたい毎月26日ぐらいね、メールが来て、臨時繰り上げ返済を行うんですよね。で、V パスにね、またログインしていただいて、リボ払い、マイペースリボのところに行っていただいて、リボ払いキャッシングから、マイペースリボを、選択します。で、ここでね、増額を申し込むっていう風にします。そうするとですね、今画像出てると思うんですけども、リボ払い利用額残高が 13,165 円っていう風に出てますよね。まあこれね、
下の、元金定額コースはちょっとこれ100万円のままになってるんで、ちょっと気にしないでいただけたらなと思うんですけども、まあ、この状態で、まあ、下の方にね、全て払う、一部払うっていうところありますよね。で、これ、全て払うにしないでくださいね。全て払うにしてしまうと、リボ払いの対象金額がなくなってしまいますんで、一部払うを選択してくださいね。で、こちら画像のまま1万2000円、まあ、支払うようにしてますよね。支払い金額は1万3165円ですので、これを1万2000円ね、繰り上げ返済すると、1165円のね、残して臨時増額、まあ、繰り上げ返済が行われるっていう感じなんですよね。ですんで、まあ、大体ですね、手数料が発生しないと、このリボ払いっていうのが、年会費割引のね、対象にならないので、大体、まあ、1000円から2、まあ、1500円ぐらいね、抑えられるのが、まあ、一番いいと思うんですけども、まあ、私は大体1000円から2000円でね、ざっくり、残してね、この臨時増額を行ってるっていう感じなんですよね。慣れてしまえばね、全然難しくありません。ちょっとね、最初だけ、利用、分かりづらいなって思う部分あるかもしれないんですけども、やってみるとね、そこまで難しいことじゃないので、まあ、ぜひね、これ三井住友カードのね、保有されている方は、ちょっとね、一回検討してみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ゴールドカードとかだとですね、本当に5000円とかね、そういう金額で値段変わってきますんで、まあ、ちょっとめんどくさいし、手間ではあるんですけどね、挑戦してみていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか？JCB カードだったら850円。三井住友カードだったら826円でね、毎年1000マイルもらえるっていうことですんで、普通に考えて 1マイル1円以下でね、購入できてますんで、まあ、そういう意味ではね、かなりおすすめなんですよね。まあ、ちょっと手間ではあるんですけども、まあ、これだけのマイルがね、まあ、もらえるんだったらやってみてもいいかなと個人的には思います。まあ、クレジットカードがね、増えていくと、まあ、ちょっとこれやる気になるんですけども、ちょっと1枚のためにね、やるっていうのはね、あんまり、モチベーション持たないかなと思いますんで、まあ、ANA のね、対象のクレジットカード先ほど言いましたけども、まあ、何枚か発行していただいて、まあ、溜まってからやるっていうのも手かもしれないですね。ANA のカードはね、基本的に、一般カードの場合は、初年度無料なことが多いですんで、まあ1年目はね、まあ様子見るみたいな感じで、まあ枚数増やしてっていただいて、まあ一気にやってった方がね、毎年1000マイルもらえるっていうのと、毎年7000マイルもらえるっていうのは、やっぱりね、モチベーション的にね、多い方がね、やる気になると思いますんでね。ちょっと少なすぎるとね、やる気にならない部分もあると思いますんでね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。